それでは、ね、あ、そうだ、中国地方の子守唄もやりたかった。今日は五木の子守唄ですね。はい、超簡単だけど、超難しいっていうか、どうだ、やっぱりね、小さい音で弾いた方がいいんですよね。この前の動画で喋ったんですけど、まあ少しぐらいね、承認欲求ピアノやってもいいと思うんですけど、私はいいんですね。この場合はね、ここのすごい響くので、ああ、この今日ね、風が強いからね、洗濯バスもやったんですよ。久々もちゃんと来てますもんね。ごはん。余計なことやってるけど、もう一回。出てこない。出てこない。はい、ちょっと考えます。はい、失礼します。はい。